皆さん、こんにちは、翔です。で、今日がですね、11月の13日で、時間が16時半ぐらいなんですけど、昨日のですね、日本株マーケットの動向をちょっとですね、分析していきたいなというふうに思って,思っています。まあ、昨晩ですね、米国間も全般的に高くなってますし、日経平均先物も,も上がってはいるので、まあ、おそらくですね、月曜日は強い。 まあ強くですね、始まってくるかなっていうふうには思うんですけれども、まあ現状ね、どういったところが動いていて、どういった変化が起こっているのかっていうところは必ずね、確認しておかなければいけないので、そこをね、ちょっと皆さんと一緒に情報のアップデートをしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい。で、僕はですね、2013年から7年間、証券会社に勤めていた元証券マンで、今は専業投資家です。で、自分の資産を増やした手法であったり、マーケットの正しい見方、テクニカル分析のより実践的な使い方、まあ僕はですね、8年間かけて、 得た知識であったり経験というところを皆さんにですね、短時間でお伝えしているので、まだ、あ、僕のチャンネルですね、登録してない方がいたら、ぜひともですね、チャンネル登録と、あと高評価ボタン、あとコメントもですね、皆さんよかったらどんどんですね、いただけるとチャンネルの評価も上がるので、よろしくお願いします。はい。というわけで、まずはですね、いつも通り僕のルーティンですよね。 毎回日本株マーケットを見る順番、そこをですね、ちょっとしていきたいと思うんですけど、まずは全体像から確認していきます。で、上から順番に、S、S&P500、4682、0.72%上昇。で、ナスダックも1%上がっていて、ニューヨークダウンに関しては179ドルとか36100ドルですね。ここをマークしています。で、昨晩に関しては、ナスダックグロスがですね、一番上がってるんですね。まあ、これに関してはね、さっき 米国株の解説ライブをしていたときに、グロース対バリューの,あのチャートですね。それを見ると上がっていたと。今、グロースで、グロース有利に動いてるよっていうところはね、この前さっき皆さんに解説しましたので、まあよかったらね、そこをね、見ておいてほしいんですよね。今のところまたね、グロースがね、少し元気になってきていて、かつビクツイスですね。市場のファンシーにあ表す恐怖数も7.76%下がっています。またね。なので、 一応ですね、ボラタイルな動きっていうところはまた落ち着きを取り戻してはいるんですけども、ビックスのマックデはまだゴールデンクロス形成しているっていうところなんで、まだ警戒感はありますよね。で、日経平均に関しては、昨日は強くて332円ながらですね、29,609円っていうところを戻してきています。はい。まあ、ソフトバングループも上がってきたし、主力どころもね、まあ強かったっていうところなんで、まあ、僕もですね、あの結構ですね、嬉しい状況なんです、ね、今ね。あの、皆さん知っての通り、ソフトバングループ、 6100円ぐらいでめちゃめちゃ安いところで買ってるし、あと他の銘柄もね、だいたい上がってますんでね。まあ、全部上がってるってわけじゃないんですけど、まあ、それでもね、あのかなりあの理想的な形で持ち越してる、持ち越すことができてるのかなっていうふうに思ってます。日経平均もちょっと様子見てみてますね。で、中国マーケットに関しても、まあ、小幅高です。上海、深セン、ハンセン。 小幅高っていう形なので一旦ねここも、ね、詐欺が落ち着いている形なんですよねで欧州の株式マーケットに関しても0.3%上がってるっていう形なので全体的にまたリスクオンの,ちあの傾向が出てきているのかなっていう感じはしますただし来週、まあ、来週はですねアメリカのマイナー SQ になるので先物主導でのちょっとね乱高下っていうところも出やすくなりますからそこだけはちょっと米国株の動きはね警戒しておくべきかなというふうにまだ思いますねも ね、あの、それを多分狙ってですね、ヘッジがかかっているような形だと思いますから、ビクス見てもですね。なので、マーケットの全体像をですね、ここを確認した後に、次はです、ね、いつも通りのマーケットの、ね、分析ですね、より詳しいテクニカル分析に移っていきたいと思うんですけど、現状ですね、日経平均のチャートを見てもらうと、マックリーに関してはデッドクロスを回避して、ゴールデンクロス継続中です、切り上がってるんで、RSI に関しても、ここ切り上がってきています。で RSI のトレンドラインを一旦ですね引いてみるんですけど、ここのライン、もしくは、ここのラインですね。こっちの方がまあ一ついいのかなと思うんですけど、ここのラインをね、今一旦抜けてきてるんですよね。一旦抜けてきている。なので、次はまあここのラインですよね。ここのラインを捉えるような形で上がってきてくれると、 日経平均ももう一つですね、上のステージに上がってくるのかなという気はします。あとは、ここのラインですね。今ですね、ここのラインも試しに来ているので、ここぐらいまでに、ね、上がってくることはなんとなくね、あの皆さんだったら想定することができるんじゃないかなというふうに思うんですね。だから、ここからかなっていう形です。はい。来週以降ですね、ここの RSI の上への抵抗ラインを抜けてくると、日経平均に関してももう一つですね、ステージアップしてくるのかなという気はしますね、ポジションがね。で、現状の冷やしのポジションとかも、 一つ見てみると、五日移動平均線は今フラットなんですね。で、25日移動平均線に関しては切り上がってきてると。で、今回下げ止まったラインは、いろんな抵抗ラインが密集しているラインなんですよ。ボリバンの中央線、25日移動平均線、200, あの200日移動平均線に一目の上限と下限のラインですね。いろんな抵抗ライン、密集ラインだったので、さすがにここを一気に下の方に突っ込むぐらいのエネルギーはマーケットにはなかったんですね。ネガティブ材料がなかったんですよ。 今、米国株は最高値更新しているっていう中で、やっぱしですね、あの、日本株だけは出遅れている状態だったじゃないですか。なので、さすがにマーケットの状況を見ると今全体リスクオンですから、まあ、ここで下げ止まって一旦自立反発してると、まあ、そういった風に捉えることはできるのかなという気はします。で、あとはですね、ボリンジャーバンドの上の青のラインですね、プラス2シグマのラインが拡大して上の方にね、上昇方向にバンドを形成してくるかどうかなんで、 一応、ここに関しては、下値の手、下値は切り上がってるんですよ。一応ですね。下値は切り上がってる。なので、下値切り上がり方の、ダウ理論がですね、一応適用されるんですね。三角持ち合いが適用されるんですね。まあ、上値目線で少しまだ見たいかなっていうふうに思ってます。個人的には。はい。あとはですね、日経平均の今の水準。 今ここに14とか15とか書いてると思うんですよ。ここは日経平均 PR14 倍と PR15 倍の時の日経平均の理論値になります。理論値。で、今ここにですね、平行チャンネル引いていて実はですね、まあこういった形で平行チャンネル引いてるんですけど、ここの中央線が14.5倍の水準なんですよ。日経平均の PR のですね。ここの中央ラインを抜けてくると、おそらく PR15 倍を目指すような 動き方をしてくると思うので、ここの中央線をね、抜けてくるかどうかというところもしっかりと見ててほしいかなっていうふうに思いますね、ポイントとしては。はい。まあ日経平均に関しては現状、まあしばらく様子見でいいのかなと思ってます。僕も上で試してるので。で、今回ですね、日経平均のちなみに上下に寄与した銘柄がどこだったのか、そこもですね、ちょっと確認していきたいと思うんですよ。で、上昇強度1位、東京エビですね。 はい。日経平均を40、まあ39円相当押し上げてます。で、その下にソフトバンクグループ、リクルート、キッコーマン、新エス科学。この5名柄が上昇強度トップ5です。で、下落強度トップ5は、鈴木、大塚、ファーストリテイリング、オリンパス、アステラス役。この5名柄になります。まあ、ファーストリテイリングに関しては若干小幅に下落っていうだけなので、まあ、ここはちょっと誤差の範囲内なのかなって気はしますね。まあ、高値から若干下げてますけどね。どちらかというとソフトバンクグループ。まあ、1億円のですね、時家数。 社株買い発表した後、一旦上がって下げたところからまたね、戻してきてるっていうところ、ここあたりがね、やっぱ評価されるべきところだし、ソフトバンクグループが日経平均に占める、まあ、費用度のウェイトっていうのは高いですから、ここがね、今後さらに切り上げてくると、まあ、日経平均3万円、まあ、そこからさらに上のステージっていうところには行きやすくなるのかなっていう気はするんですよね。なので、どちらにしてもですね、まあ、 ソフトマングループが上がってきてるっていうところは、かなりの大きな資金石に今後なってくるんじゃないのかなというふうに個人的には思っているので、まあ持ってますからね、僕も自分でソフトマングループの株は。なのでまあ、ちょっと今後ね、楽しみだなっていうふうに思ってます。はい。で、あの、僕はね、あの、6100円ぐらいで買ってるんですけど、ソフトマングループに関しては、それに関しては、あの、ライブ配信とかでも言ってるので、もう、もう、上がる前に買ってますよっていうのは言ってるんで、皆さんにね、あの、よかったらそっちの方見ておいてほしいし、 上の方で僕は試食単価を上げるような買い方はもう今からしないのでや、やるとしてもちょっとデートレかなっていう感じです。はい。そんな感じで僕はちょっとスイングに、今、ソフトバングループに関しては切り替えてますね。うん。で、あとですね、日経平均に付随して見ておかなければいけない状況、まあ、データに関しては、これですね、投資主体別の売買動向です。このデータ、最新データが発表されてまして、11月の5日時点で、海外投資家、3週ぶりにですね、ちょっと買い越しという形です。 2週連続で売り越しだったんですけど、今回ですね、1453億円相当ですね、現金で日本株を買ってきています。逆に個人は売り越したんですよ。3386億円相当売ってます。で、現金部分、現物で売ってるのが大半で、信用もね、若干505億円相当売ってるんですね。うん 売っている。まあ、なのでね、あの、海外買って個人は売ってると、まあ、こういった形で逆の動きしてますからね。まあ、上がってきたら日本人はね、やっぱし売っちゃうという形なんで、まあ、逆張りと順張りの違いかなっていう気はします。まあ、とりあえずね、信用取引で買ってる人たちが、若干でもね、売りに転じてるってところはね、少しポジティブに働いてくんじゃないのかなというふうに個人的には思うんですよ。日商合計の信用倍率も5倍超えていたところから今5倍若干割れてるぐらいまでまた低下してますんでね。なので、 今後ね、日経平均がステップアップするにつれて、利食いが出てきて、新たな買いでね、それが、まあ、あの、持ってる人たちが入れ替わってきてくれると、時給の改善を伴いながら株価っていうのは上がりやすくなるのかなっていうふうに思うんですよね。ただやっぱりその年末安っていうところはまだ否定することはできないので、年末年始に向けて下がっていく株はとことん下がっていくと思うんですよ。損益通算を狙ってですね。なのでそこだけは注意ですね。 しっかりと的確銘柄に、あの、投げ売られてる銘柄でも、ちゃんとしたところに、ロジカル的な買いを入れていかないとやられるので、そこはね、あの、ちょっとまだ警戒かなという気はします。年末高はする可能性あるんですけど、 日曜合計の信用倍率が高いっていうところを踏まえると、年末選手はまだちょっとね、戻り売りっていうところが出やすいんで注意かなっていう気はしますよね。はい。まあ、それだけにあの、今月はいいかもしれないんですけど、来月のことも考えて、月末に向けてどういったポジションをね、形成していくのかってちょっと考えですね。あの、ポジション整理っていうところをしてもらえたらなと思います。短期的なところで言うとね。はい。そんな形ですね。じゃあ、日経平均の分析も終わったので、次に見ていくのが、トピックスですね。 ここの分析に移りましょう。でトピックスに関しても、まあ、日経平均と同じようなチャートパターンを形成しているので、基本的にはまあ様子見なのかなという気はしますよね。バック D もまたゴールデンクロスを形成してきているし、RSI も切り上がってきているでしょ、うん。パラボリックも上昇トレンドの形成。冷やしの位置は一目の上下のライン。この緑のラインを終わりでベースで明確に抜けている。上昇トレンド3つで、かつ移動平均線全部上,上向きなんですね。だったらちょっと、ね、見たいかなと思います。で下値も切り上がってますよね。 はい。ダウ理論が形成され、意識されてるという状態なんでね。まあ、ここもね、まあ、あの、タイミングさえば上の方に切り上がっていくのかなという気はします。でちなみに、今日経とトピックスどっちが優位性が高いのかっていうと、今現状はまだ日経平均です。 日経平均ですで。これがいつもの NT バイアスですね。日経平均割ることのトピックスで表されるチャートなんですけど、上昇すると日経平均よりで、下落するとトピックスよりというふうに判断されるんですよで。これに関しては今直近下げたところから戻ってるんですね。上がってるんですよ。ということはトピックスよりも日経平均より、日経平均構成銘柄、時価総額がでかい銘柄よりも、日経平均への与度の高い銘柄の方がパフォーマンスはいい。 なのでソフトワングループとかも上がってるんですよ。まあ材料出てるっていうのもありますけどね、もちろん。で、ただここに関してはちょっとね、パラモリックと冷やしとの距離が近くなっているので、そこだけは気になるかなって気はします。あとは、このラインも下回ってしまっているので、このラインなんですよね。 意識されてるのが。再現性が出てきてしまってるんですよね。なので、目先短期的には、ちょっとね、あの、差が、LT バ率スが下落しやすくなって、トピックス、目先有利になって、っていう形になるかもわからないかなっていうふうには思ったりしてます。まあ、その、日中の動き見てですね、ちょっとそこあたりはまた、月曜日以降判断していこうかなというふうに思ってるんですけど、僕もですね、あの、デートレとかしてるので、 毎日ストレードしてるので、まあ、とりあえず、うん、ここだけはちょっと気持ち悪いかなって気はしますよね。はい。あの、そんな感じです。まあ、ソフトバンクグループが、ね、上がってきてくれたらまた話は別なんですけどね。で、あの、この NT バイオスをね、あの、付随してもう一つね、見てほしいチャートももちろんあるんですけど、それがですね、NS バイスです。NS バイス。これが、今、 皆さんに解説したのは日経平均のトピックスの優位性なんですけど、これは逆に日経平均割ることの S&P500 なので、分子が日経平均、分母が S&P500 なんですね。上昇すると日経平均よりで、下落すると S&P500 より。要は受給の流れ、米国株の日本株どっちが優位,な優位性が高いのかっていうチャートになるんですよ。判断するチャートになるんですよ。で、ここは直近めちゃめちゃ下がっていたところから少しね、切り返してるんですね。マクディオン、ゴールデンクロスもまた形成してきてるんですよ。 RSI も切り上がってきてるでしょで、このラインですよね。意識されてるのが。間違いなく。で、あとはその、こうなってくると、下の平行チャンネルっていう形になるんですけど、まあ、今のところここのラインですよね。だから、ここの、この上への抵抗ラインをブレイクアウトしてくると、 こういった形になって、いや、こういった形で、その、この NS バイスが切り上がって、日経平均がものすごい上げてくるような形になってくると思うんですね。ここの切り上がるタイミングを僕は今待っています。そうすると、あの、日経平均、日本株の優位性っていうのがすごい高まるので、ポイントは、ここで上がったポイントはね、この移動平均線のゴールデンクロスなんですね。なのでね、こっちもね、ちょっと、まだ遠いんですけど、ゴールデンクロス早くしてほしいなというふうに思ってはいるんですよ。 こういったのが形成されてくると、ここの日付が、ま、9月の一日、まあ、9月の頭ですよね。日経平均この時どうだったのかというと、9月の頭、まあ、ここあたり見てから、こう、ドーンって上がってるんですよ。日経平均。爆発的に上がってるんですね。居所が、ま、2万7千どころから、ま、3万、3万1千ぐらいまで、一気に1ヶ月ぐらいでガツンって上がったんですよ。なぜかというと、この NS バイルスが切り上がったからです。ここのターニングポイントで、米国株、市場から、 日本株市場にマネーが動いたんですね、大きく。スライドしたんですね。だから、やっぱりこういったタイミングをうまく、まあ、初動をつかんでやってあげるっていうところかなっていうふうに今のところは思いますから、米国株が下げたからといって、最近日本株って下げてないじゃないですか。逆に上げてたりすると思うんですよ。多分ここあたり少し意識されてるかなって気はするので、ここは来週も必ず見ておいてください。どっから段階多分来ると思うので、日本株優位っていうのはですね。はい。 あの、どっかの階に必ず来るので、うん、この優位性っていうのはですね。まあ、それがその、今月来るのか来月来るのかっていうのはまだわかんないですけど、ただちゃんと見ておかないと、初動も何も、クソもないですからね。はい。ここだけはちゃんと見つつ、日本株の優位性がいつ出てくるのかっていうのをしっかりと見て、適格銘柄、時給の軽いところに投資してもらったら、うまくね、あの、利益っていうのを短期的に、まあ、あの、でかく稼ぐことができるのかなって気がしますよね。で、あと、マザーズに関しても、 2%上がってるんですよ。うん。ここすごい良いですよね。マック d またゴールデンクローツ形成してきてるし、RSI も切り上がってきてる。はい。ストキャンもまたこんな形で、別に売られすぎでも買われすぎでもないですからね。ここも下に切り上がってるんですよね。かつ、1目の上下のライン、この緑のラインも抜けてるので、ここもちょっとトレンドは強いです。で、 あの、マザーズへの式の流れっていうところもね、やっぱし見ていくんですけど、まだですね、ここは出てはいないんですよね。NM バイルスです、これ。日経平均割ることのマザーズですね。上昇すると日経有利、下落するとマザーズ有利なんですけど、ここもまだですね、この三角持ち合いを下の方にブレイクしてないんですよ。なので、まだマザーズ有利じゃないんですよね。完璧な、完璧な。うん。で、この TM バイルス、トピックス割ることのマザーズ見ても、まだこれも下がってないので、まだ、あの、大きなマザーズへの式の流れっていうのは見えていないし、 あとは MGA バイルスですね。これがマザーズ割ることのジャスタックなんですけど、上昇するとマザーズ優位、下落するとジャスタック優位。ここも上がってるけれども、強烈な上昇かっていうと、まだ違うような、まだ上を抜けてるような感じではないんですね。おそらくまあ、これは5日移動平均線が200日移動平均線、このピンクのラインとゴールデンクロス組んだあたりで、こう上の方にガツンっていって、そのマザーズの優位性というのは出てくると思うんですけど、 まだそこまでは行ってないのかなっていう気はします。はい。なので、マザーズに関しては、上がってるんですけど、個別にまだ見てください。全部が全部上がるような、今、今、資金の流れは出てないです。マザーズに強烈なフォローの数が入ってるっていう状態ではないので、もし、個別銘柄ごとに対応は変えていかなくちゃいけないのかなっていう気はしますよね。 もし、ここの、あの、今言った倍率の流れが全部、マザーンス優位に傾いてくると、今まで下がっていた、出遅れていた銘柄とかも全てね、多分その、プッシュアップされてくると思うんですよ。だけど、現状はまだそういった、まだそういった流れではないっていうところですね。そこを抑えつつ、マーケットをついてもらえたらなっていうふうに思うので、とりあえずですね、現状の日本株マーケットを見てみたんですけど、上値を試しましょう、もうちょっと。 ただし、受給が重たい銘柄は年末年始に向けてまだ下がってくる可能性があるので、適格銘柄、ちゃんとした銘柄に、受給の軽い銘柄につかなければ、やられてしまう可能性が高いです。なのでそこだけはですね、ちょっと警戒しつつ、注意しつつかなとい いう形ですね。自分が持っている銘柄であると思うんですよ。信用倍率が異常に高い銘柄。そういった銘柄っていうのは、やっぱしですね、あの年末に向けて投げ売られてくる可能性。まあそういう通算の損なしっていうところでね、ちょっとその売られてしまう可能性があるので、そこだけはちょっと、うん、しっかりと管理しててもらう必要が、まだあるかなっていうふうに思います。日商合計の信用倍率見ても、まだ信用取引で買ってる人めちゃめちゃいるので、はい、まあそこだけはちょっと、まだ要警戒ですよね。 ただ、米国株もやっぱり最高値更新してきて、一旦下げたとは言っても、また元に戻してる。日経平均の先物、まあ、そこもです、ね、少し戻してるっていうところを見ると、まあ、月曜日もうちょっとね、あの上見たいかなっていうふうに個人的には思っているので、ソフトバンクループも,もっと上がってほしいなっていうふうに思っているので、はい。皆さんもね、そこあたり、今言ったところを注目して、あの特にあの NS バイデスかな、日本株、米国株の優位性っていうところがどういったタイミングで、 まあ日本株優位になってくるのかっていうところをしっかりと、あそこだけはしっかりと見ておいてください。あそこが多分、日本株が爆発的に上がるための鍵になると思うので、あそこだけは必ず見て、トレードをしておいていただきたいと思います。なので、またね、動きがあったら、大きな動きがあったらすぐにですね、YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったらですね、皆さん僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローしておいていただけるとすごい嬉しいのでよろしくお願いします。皆さんですね、来週もいいトレードしていきましょう。今日もお疲れ様です。